若干二十歳、日の出の勢いのブラジリアンがファンクラスバットに登場。超余裕です。師匠のアンドレ・ペデレラスと何やら言葉を交わし、うっすら笑顔が見えます。打撃系のグロービー充実家ジョゼ・アルド、2004年10月の総合デビューから9戦8勝1敗の成績です。2ヶ月前にはファービオ・メロから勝利を挙げている初参戦のジョゼ・アルド、ライト級戦線に地殻変動を起こします。いやいや恐るべし余裕です。ブラジルの新鋭に対してはファンクラスマットを震撼させた KO 魂、 KO アーティスト、昇る侍と書いて庄司、23歳です。いまだに目に焼き付いて離れないのは昨年10月の大阪梅田大会、開始ゴールからわずか3秒、わずか3秒、超ド級の膝蹴りで秒殺ならぬ瞬殺 KO を見せた庄司。ラジオ級注目の日本人侍庄司が初の海外勢との戦いを迎えます。赤コーナーファンクラスマット3勝の全てが1ラウンドノックアウト、中でもデビュー戦飛び膝3秒での KO 撃をやってのけたのが白いスパッツの庄司。対する青コーナーのジョゼ・アルドはブラジリアン柔術黒帯を巻きます。しかしハードストライカーの顔も持つドーバウニオン期待の、いやブラジル期待の新鋭です。黒いスパッツのジョゼ・アルド、もう恐ろしいほどにリラックスしきっています。つまり緊張から硬くなっていつもの攻撃出せない、そんなことは全くないでしょう。しかし庄司3秒の KO があります。ゴングの瞬間から目を離さないように、近藤選手なんとなく期待してしまいます、ね、そうですね、なんか狙ってそうですよね。さあゴング飛び出さないか、これを回せます。まあこう期待させるのも一つ庄司ならではですね。中央を取っているのがジョゼ・アルド、おお前蹴り、あ入ってくるところ前蹴り、これ一つポイントになりそうですね。ブラジル人って本当こうなんだろうな、充実家とかあんま関係ないですよね。そうですね、普通になんだろうな、パンチも強いし蹴りも強いし何でもやってる、蹴るっていうか、ああいいですね、走ってますねローキック。まあ、しかしこう独特のベタッと足をついた形のジョゼ・アルド、足が長いですね。庄司のちょっと右の足のテーピングが気になるところであれです。うまくコーナーに追い込んでいきます。アルド、いやプレッシャーありますね。そうですね、庄司選手もちょっと左入ってくる、いやでも全然いや庄司もさすがです、ね、大きなお世話ですよね、心配ですね。これどうなんでしょうね、コーナーに、おおいいパンチだ、コーナーに追い込まれているのか、巻き込んでいるような、そのように見えますね。いやどちらとも下高かもしれません ね、 左のフックのフェイントを見せます庄司。誘って誘ってカウンターを狙っているか白いスパッツの庄司。しかしジョゼ・アルドのこの圧力も強烈です。コーナーにいつの間にか追い込まれる左のミドル、はい、これを嫌って回り込みます。おお独特の軌道だ、アッパーとフックの間のような、これもそうです、リップ左、はい叩き落としていきます。もう一つ、いやいや散らしていきます。これ打撃自信あるんですね、そうですね、まあ、20歳のジョゼ・アルドの落ち着きも脅威ですけど、パンチが走っている、最後はローキック、今度は最後フック、軸足を払っていった、離れ際立ち上がりはしっかりディフェンスしていました。首相撲からの膝強烈、いやでも右パンチも強いと聞いたか、テンプル左バックに回ります。いやしかし高山に倒した、もうちょっと今角度は厳しかったですね。でも打撃で引かなかった庄司にジョゼ・アルドがちょっと嫌ったような感じもありますね。いや引かなかったですね、やっぱり。そうですか、普
通のなんだろう日本人の選手だったら普通に引いちゃうんですけどね、全く何にも理解しなかったですね。そしていつの間にかマウント、今度はバックマウントを探ります。回転して、いや形はちょっと嫌な形になってきた庄司にとって、まあ、ここまでストライカーにしか見えなかったんですが、ブラジリアン柔術黒帯を巻いているジョゼ・アルド、この辺はもう得意でしょうね。ですね。あ、しかし動く、おお素晴らしい、見事、しかし圧力もすごい。あ、しっかり膝を畳んでもう中に入れさせないように体を浮かせようかというような下の庄司、まあ、ここまで外国人選手との戦いが庄司なかったんですね。なんでまあどれほどのもんなのかという、はい、あ、しかしいいポジション持っていますジョゼ・アルド。形しかしポジショニング取られる前に動きます庄司、勝ちました。2回もあのちゃんともう回避してますからね。そうですね、これはもうすごいですよ、うん、こうハート強いですね。強いですね、全く引きません。まあ、あのリラックスしきったジョゼ・アルドも驚きましたけど、庄司もそうですね23歳の庄司、20歳のアルド、お互いに本当にいい選手ですね。そうですね、近藤選手、今こうパンクラスの階級で唯一ライト級がまだ王座が制定されてないんですね。そうですね、なるほど。ラスト1ミニッツ、ラスト1ミニッツ、ここはじっくりという戦いがありましたか。でも今も倒されながらひねって入れ替わろうかというような庄司、おっと危ないの蹴りが飛んでくる。しかしここもアグレッシブに防いだ、笑っているように感じました。右左のフックで振り切りました。いやいや、さすが庄司、登る侍と書く名前、もう名は体を表す、おお強いローダー。下から崩すか、これ独特のこう回してアッパーか、回してフック系のアッパーか。残り時間20秒、20セカンド。いや見応えありますね。ありますね。右のロー、残り時間10秒、20セカンド。これだけ外国人選手の外国の実力者に堂々当たり合って、しかも仕掛けでも引いていない庄司、ね、おお、もう終わりか第1ラウンド、そんなイメージです。ラウンド2、セミファイナルライト級の戦いは3ラウンド制、これが第2ラウンドです。いや第1ラウンドもアグレッシブです。非常に緊張感のある戦い、なんといっても両選手のハートが強い、強気の2人です。白いスパッツが騎馬庄司、騎馬所属の登る侍と書いて庄司、ハイキック一方の黒いスパッツが朗読ファイトが送り込む、所属はブラジルノバウニオン、ジョゼ・アルド、20歳の選手。アンチュー、まあ、リーチの差は若干あるか。おお、独特の軌道が捉えた顎を飛び込んでの膝、うわ負けていません。いわゆるこうジムとか教室とか道場、そういう小さい枠、そういう一つの枠から飛び出しているイメージがあります、ね、そうですね、なんでこんな選手が育ったんですかね素晴らしいですね。ブレイク、まあ、もともと DA 大輝選手とかとも一緒にこうトレーニングとかもしてますね。左フックを切りますさあしかしひょっとしたら引き出しが多いのはやっぱりジョゼ・アルドでしょうか。本当、ね、微妙な差ですけどね、うん、あのやっぱりそのジョゼ・アルドの方が、うまいことポイント取ってますよね。あ、なるほど、まあ、そういう意味では20歳脅威ですね。アルドも2004年のミクストマーシャルアーツ総合格闘技デビューがジョゼ・アルド、9戦して8勝1敗の戦績、まあ、唯一の敗戦があの、まあ、プライドオブ指導のリング、プライドアメリカ大会も上がってましたかね、ルタリブリのルシアのアゼベドに負けているんですが、そのアゼベドを下しているファービオ・メイロ、ファービオ・メイロからは2ヶ月前勝利を挙げています。まあ、ファービオ・メイロはディープで矢野匠選手に勝っていたり、あと三島選手やゴミ選手ともプライドで戦っている選手、
そのファビオメルから勝利を挙げている黒いスパッツのジョゼアルド。さあアンドレペデネイラス師匠の近いところに運んでいってテイクダウン。この庄司選手はお客さんがフラストレーションがたまりませんね。本人たまってるかもしれませんけど。そうですね、まあ、逆にじっくりした戦いに1ラウンド後半から変えてきているジョゼアルド。あと2分半、ペースすごい変えましたよね。そうですね。疲れたのかなっていうの全然そんな風には見えないですけど、うん、そうですね。これでも打撃戦挑むと危ないっていうのもあったんでしょうかね。なんでしょうね。まあでもこうさせたのはきっと庄司でしょうね。急にこうなんだろう、硬くなるやっぱり勝つためには、庄司に勝つためにはこれがベターだと踏んだんでしょうか。庄司勝つとき背中見せるな、また腕と取りに行きましたから庄司。庄司は2006年の10月、昨年の10月、大阪で宮崎雄二戦でデビュー。その時がなんと3秒03秒、まあ、秒殺という、瞬殺で KO 勝利、飛び膝でした。その後12月のディファ有明荒牧作戦、これはグラウンドの踏みつけで勝利、1ラウンド。しかし今年に入っての3月、ネオブラッドを以前制したこともある星野雄二の前に、ベテランの前には判定で敗れました。その後また4月にも戦っています。4月には竹重戦、これはグラウンドのパンチでまた KO 勝利、立ち上がります。いやー、これはもうブラジリアン柔術地獄とアリ地獄ですね。アリ地獄のようにハマってますね。はめてますね。そうですよね。でも庄司がもう動いて動いて結果立ち上がるんですね、最後は。そうですね。しかし残り時間1分、勝ちに来ているジョゼアルド。まさにフラストレーションたまるでしょうね、庄司は。戦わせてくれ、そんな気持ちでしょう。うまく力で打ってるんですよね、ジョゼアルド。アルド全然疲れてないですね。危険だったら負けない戦いもできる、そういうことなんでしょうか。今もううめきながらブリッジを使いません、動いてくれません。ショイス選手はもうかなり疲れたと思いますね。最終ラウンド残り時間が少ない。まあ、もちろんこの戦いも否定できません、ジョゼアルド強い。ここでタイムアップ、頭を抱えます。庄司嫌な20歳ですね。そうですね。サブレフリーは30対28青ジョゼアルド、サブレフリーメッチ30対27青ジョゼアルド、キャッチを囲って30対29青ジョゼアルド、判定3対0勝者ジョゼアルド。ちょっとひいき目に見るとアメリカだったら大ブーイングが出るような戦いだったかもしれません。でもすごい面白かったですね。そうですね、はい、いやでも本当に高いレベルで、しかもアグレッシブなゲームを、はい、戦いを見せてくれました。いやジョゼアルド恐るべし20歳です。しかしもう何も8に思うことがない、この庄司のアグレッシブな戦いでした。庄司いいですね。いいですね。やっぱり23歳には見えないですね。少ないですか。40ぐらいはいってるじゃないですか。どんな戦いだったっていうところですけど、はい、まあでも理想とするところですね。そうですね。しかしこの庄司を下して師匠アンドレ・ペデネイラスに、肩車されるのがジョゼ・アルドです。ライト級はまだ王座が制定されていません。その有力な候補の一人がジョゼ・アルド。セミファイナルはジョゼ・アルドが負けない戦いも見せて、懐の深さ、引き出しの多さも見せて勝利を挙げています。